うっさあ、どうも、MC の経験アニジャです。イェイ、早速やっていきたいと思います。じゃんけん、グー。先行 MC の経験アニジャ、コッパーあなた小説は84でいきます。ブリンダ B。いや、星に願う、そんな感覚で俺は願いを。そんな簡単に叶えれるわけじゃない。俺たちは行動が重要で言うのって分かってる。そのプロセスと行動。マイク一本でレッツゲ理論。マイクは優先。心を優先。マイク一本上に行くぜ。いや別に星に願いをディスってるわけじゃねえ。ただ願いをしてるだけで何か行動結果得れるってわけじゃねえ。そんな甘かねえ。いや半端な壁、それなら取っ払え。俺は俺だけ、それを信じて。今向こうの場所にいる新次元、さあ深く潜れ。じゃあ願いを叶えるためにお前は一体何をした？ああお前は消えてく、シューティングライクスター、違う、スターダスト、つまりはクズ。俺はこの場所から上に上がるための三段を立てる。またあいつが笑ってるなら最後に俺が笑う。人生笑われてる方がえ、それも分かってないなら学んでけ。ピエロも一人じゃ踊りゃしないなら一体何がしたい？ああならないしたい。この場所で一体お前は死体を蹴って何したい？俺はアインシュタインレベルじゃないけどベロをばます、ただそれだけ。じゃあ次は先行 MC の経験アニジャ。こうなった。そしたらなった。じゃあ画面殴る前にビッグアップ。ピース。バイバイ。